皆さんこんにちは、国旗県の企画委員の織田です。今日はですね、この間1月16日に正論に書いた話でちょっと関連してお話ししたいと思います。今まあ年明け早々ですね、とんでもない地震が起きて、今約1万人の自衛官が投入されているというような状況ですね。本当に彼らよくやってます。素晴らしい活動を我々心から応援したいというふうに思うわけですが、一方でですね、まあ日本の改憲論、まあ9条を中心とする憲法改正論という勢いがなくなっちゃったなというふうに思うんですが、これは非常に私は問題だと思っています。で、日本のですね、もう92% の国民が自衛隊の存在を認めて、だからいいんじゃないかというふうに言う無責任な政治家がいるわけなんですね。これはですね、一方でその憲法学者の6割はいまだに自衛隊の存在を違憲だと言ってるんですね。本当にまさにもう、国民的には解決された問題かもしれませんが、法的にはですね、いまだに宙ぶらりんなんですね。そういう自衛隊にあってですね、いざつう時は危険を落として頑張れというのは政治の身があってじゃないかというのが根底にあります。で、まあ国際世論調査でですね、2021年に行われた調査でですね、あなたは国が侵略されたら戦うかという質問、これに対してですね、イエスと答えたのは1位が 98% ベトナムなんですね。79カ国中ビリ、ドンケツビリが日本なんですね。 13.2% ブービーのリトアニアでも 32% あるんですね。だいたい先進諸国は約 70% 前後で、これは何でかなと、ドイツはというと、同じ敗戦国のドイツで 44% あるんですね。だからこれは敗戦の責任というか、敗戦が原因でもないなというふうに思うわけです。やっぱりこれはですね、宙ぶらりんな状態、そして憲法9条の影響だと思うんですね。憲法9条はもともと非武装ですから、マッカサーが三原則を示した中にですね、戦争を放棄する、自衛のために戦争も放棄するというふうにマッカーサーを指針を出して、それでもってスタッフに9日間で作らせたのが今の憲法のマッカーサー草案、原案なんですね。ということでですね、戦うことをもうすでに日本人は忘れさせられてるというのが憲法なんですね。この影響が私は大きいというふうに思います。本当にそれでいいのかよということ、いろんなところでいびつなことが出てきてですね、例えばですね、今回災害派遣で岸田首相は自衛隊全力で国民を救ってくれ、いやそれはその通りですね、その通りだと思います。自衛隊はいざつ国民が困っている時は全力を挙げて救うということなんですね。しかしながら、国防の日本の防衛の基本政策には何を書いてる、基本政策4つあるんですね。専守防衛、非核三原則、軍事大国にならないこと、そしてシビリアンコントロール、こういうことなんですが、専守防衛のところに何て書いてる、専守防衛というのはまあ誤解されてるところあるんですが、もっぱら守ると書いてるから攻撃したらいけないかのように思ってる、これはもう大きな間違いなんですけど、つまり相手よりも先に立たないよ、相手が攻撃してきたらこれは害しますよということなんですね。それはそれでいいんですが、憲法9条、もともと非武装の憲法9条から来てるから、いびつなところその後段にあるわけです。何かと言いますとね、侵略された時どのように対応するか、その対応は必要最小限と書いてあるんですね。で、持つべき防衛力も必要最小限、じゃあですね、災害派遣でも最高指揮官は自衛隊に対して全力を挙げて国民を救えと言ってるんですよ。これが侵略された時、総理大臣何て言うんだと、その対応を必要最小限、いいか国民を救ってこい、
ただし必要最小限の対応だなと言わざるを得ない。これはいかにですね、いびつか。これは憲法から来てるわけですよ。もともと非武装の憲法でしたから、これを必要に迫られて改憲でもって、解釈でもってですね、自衛隊を持ったというところなんですね。だから、国は自衛権というものを持ってる。だから自衛権を行使する必要最小限の対応、必要最小限の装備は違憲ではないというところから来てるんですね。だからこういういびつな話になる。これなんとか解消しなきゃいけない。それよりも、何よりもですね、自衛隊の存在が一般行政組織と位置づけられている。これはもう、今の法制上そうなんですが、ただですね、憲法に何も位置づけられてないがゆえに、一般の行政組織そのものの価値観を、要は押し付けられているということが一番問題だと思うんですね。例えばですね、自衛隊はもう職場は戦場なんですね。究極的なところ、究極的なところ職場は戦場、そういうもう命をやり取りするような状況にあってですね、ハラスメントの、懇談会がありましたが、ハラスメントについて同じように机上のですね、机上で働いている、机の上で働いている公務員と同じようなハラスメントの基準でいいのかって、いいわけがないですよね。あるいはその人的基盤強化のための懇談会の報告を見てびっくりしましたですけどね、あれなんて書いてるかって、もう茶髪でもいいんだと。要はその規律を緩めることによってね、入ってくる人が増えればそれでいいみたいなこと書いてる。まあそれはちょっと極端な言い方ですよ、極端な言い方。それは何が問題かというと、やはりですね、自衛隊は実力組織である、戦うことを目的としている自衛の組織である、実力組織であるということを宙ぶらりんにしたままやってるからそうなるんですね。一般の行政組織、それは何が違うのと、こういう話です。諸外国は価値観が違う組織ですから、やはり価値観を、違った価値観で裁く、そのための、軍法会議というものを持ってるわけですが、軍法会議は持てません、今の憲法上ですね。となると、まあ中途半端にするんじゃなくて、やはり最低限ですね、実力組織である自衛隊というものを憲法9条に位置づけることによってですね、やはり、国民の全てが自衛隊の存在について疑問に感じない、しかも皆さんが、これは戦う日本のために戦う戦場が職場である組織なんだなということが分かる。そうなりますとね、有識者会議でもこういうバカなことをですね提言することは私はないと思うんですが、これが、日本の現状だということで、やはり、この国をその守っていくためにはですね、自衛隊というものは最低限憲法上に位置づける必要があるというふうに思います。まあ能登半島で頑張っている自衛隊の諸君、頑張ってください。終わります。